シリーズご覧いただきましてありがとうございます。今ねマシンのトラブルをずっと見ていて、前回こうやってレッカー移動されたわけなんですけども、あれからですね1日2日とこの屋根のない炎天下のね、まあたまたまうちはこういうような形でね駐車場があったから良かったんですけども、まあなんせねクリープだけなんで駐車場のスロープを登らないわけなんですよ。本当にちょっとでも角度ついてたら登らないんで、本当にここね平面に置いてよかったなっていうところなんですが、原因があるのはどうやらおそらくリンケージというね、ところ、この辺がどうも怪しいんではないかなと。この今ね見えてる金具と先ほどのこれはねアクセルから来るワイヤーなんですけども、これが繋がってないことによってアクセル踏んでもエンジンがねなかなか入っていかない、ガスが入っていかないということで2速3速に入らないのかな、クリームしかできないのかなっていうところでございました。さあ今週はどういう風になっていくでしょうか。どうぞ。ここにはまったんで、まあこの黒い部分のパーツが変えれればいいのかなと思いつつ、まあとりあえずこれでバネもはまったし、スロットルもいけてるしいいんではないかなと思います。どうでしょうか。これからねちょっとアクセル何回か踏んでみますんで見てください。ここはね健全にこうグニグニ行くようになったんで、あ、吹かせれるなって感じですよね。どうですか、結構良くないですか。これで走ると思うんですよね。っていうかガソリンをエンジンルームにスロットルがこう入れてくれると思うんですよ。なかなかいい出来だなと思いながらちょっと見てみますと、ほらやっぱ何回か踏んだところ、ここがねやっぱり外れかけてるっていうか、この黒い部分がやっぱりね摩耗してるのかな。でちょっと強く押すとこれがね向こう側に突き抜けちゃって、それはそれでこの六角レンチとこのなんですかね、こちらねスロットルっていうんですかね、これが今度摩擦がなくなっちゃってスカスカになるんで、それはそれで良くないのかなと思います。きっとこのゴムのねゴムみたいな黒い部分があるじゃないですか、これがパッキンになってうまいことをこのアクセル踏んだ時にこれをねバネとかと関係を持ってくれるんじゃないかなと思いますけども、こんな見立てでいかがでしょうか。またよろしくお願いします。なんとですね動かすことができて車庫に入れることができました。いや、とりあえず修理完了ということなんで、落ち着いております。まあ、ただね修理した場修理していって分かったんですけども、いろいろと強化する場所も見つかってきたんで、これからね、いろいろとこう小道具を探しに行こうかなと思います。やっぱいいですね、こうやって一つのトラブルによって自分も育ててくれるっていうんですかね、車と一緒に歩んでいけるかなっていうところですね。はい、本日もご覧いただきましてありがとうございました。